357シグ弾はシグ社が開発した拳銃用の銃弾の一種、主に民間で使用されている。リボルバー用の357マグナム弾同様のポテンシャルをオートマチックで発揮させることを目標に 40S&W 弾をネックダウンさせる形で製作された。357マグナム弾と一番異なるのは全長でグリップを短くしたい。 オートマチック拳銃のため、ピストル用実砲としては、珍しいボトルネックのケースを使用している。公的機関においては、シークレットサービスのほか、連邦航空保安局等に採用されているが、アメリカの警察機構では、40S&W に押されている。そのせいもあり、民間市場においてもマイナーで効果である。前出のように、40S&W の薬莢に、 357の弾頭を取り付ける形のためボトルネック形状を採用しているのが大きな特徴。それ以外では新中性の薬莢であり特に変わった点はない。CIP Decisions Texts and Tables Free Current CIP CD-ROM バージョンダウンロード。2009年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年10月17日閲覧。 ありがとうございます。